チャオ、あっちゃんです。今日6月の17日、あっちゃん家の晩ご飯の豚汁作ります。これも洗ったんだけどね、これぐらい、これぐらい、これぐらい切ってね。で、こう切ってね、大体ね、均等な大きさにいきます。これを、これかな、これをね、お鍋に放り込んでいきましょう。こういうのね、いっぱい作っとこうが美味しいからね。どうしようかな。今何やらかしらが通ったね。よからぬものが通ったね。で、ごぼうさん、ちょっと待ちよ、ごぼうさん、どこ行った？これ、うだ金ごぼうね、買ってきたね。珍しいこの時期に、おうだでは売ってないの、うだ金ごぼう。土の香りがすごい。金ごぼうね。
ごぼうをささがいていきます。ささが結構苦手でね、うまく拾えらんのよ。鍋しばくな、鍋切りそうやな。かゆいよ、加藤線骨つけたのに足がかゆい。かがおるな、これ。具がね、多いほど絶対美味しいから。前回ね、水を入れすぎてね、溢れさせたからね、今回先にね、具を削ってんのよ。ちょっと進歩したでしょ。当たり前やって。しょ、どんだけでいいかな。ごぼうとかでもできる。そうだったかな。これか。で、こんにゃく。こんにゃくこれね、手作りこんにゃくで、アク抜きがいらんやつ。アク抜きがいらない。このままお刺身で入れちゃうね。またお刺身ちょっと使おうかな。どうしようかな。こんにゃく好きでね。くたくた、うん、俺にね。よいしょ。水を入れます。その間に出汁をね。お肉出汁を。塩の出汁を入れます。こんなもんでいいかな。舞台入れるからね、ここにね。で、塩をね、アルミの塩入れるか。小さじ1ぐらい、少ないかな。もうちょっとこうか。小さじ1半ぐらいで、にがり。よいしょ。海の精のにがりを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 滴、適当です。これでね、火にかけておきます。食べへんけどね、焼いていきます。こんにゃくって切りにくい
いよね、逃げるから。はい、とんかつ揚げていきましょう。とんかつを仕込んでいるところの動画を撮り忘れました。録画ボタン押し忘れました。YouTuber あるあるです。結構これへこむねんけど、みんなやってるみたいだけど、あーちゃんもよくやんねんけどね。かなりこれへこむね。バッテリーなくなってたらね、電源供給するのよ。電源供給しちゃうと、どうしてもね、録画ボタンを押し忘れて、画面ついてるか押し忘れたりするのね。いや、悲しい。めっちゃ悲しいです。では。食べてみましょう。ちょっとね。投げていきます。ほんま一気に入るかな。まあね、ヤマトポークに、あれ、平飼い卵を、まあ、ヤマトポークに、ピンク岩塩を振りかけて、下味つけて、で、米粉をかけて、で、卵は平飼い卵をくぐらせて、で、パン粉。これもね、天然のパン粉ね、添加物使ってないパン粉ね。それで作ってるんで、まあ、いつもの。では揚げていきましょう。3枚やな、まず。約4分ぐらいかかる。片
側2分、片側2分ぐらいでいけるんですけど、ね、最初はね、もうちょっと上げたね。立ち上がり温度ちょっと低かったかな。どうかな。裏返しましょう。もう一回最後にね、仕上げで上げていくんで、衣が見てるかな、ちっちゃかったな。めくれちゃったね。おいしくないかも、これは。おいしくないとかもあるけどね。こんなとこ置くのね。ちょっとね、大和ポークね、
ヤマトポークのローススライス。これはね、何枚ですか。200、200、全部でね、500g ぐらい。あ、危ない危ない。よそ見しとったら燃えちゃったわ。たまにやっちゃうのよ。ね、気をつけましょうね。こういうのね、火事になっちゃうんでね。
今入れてきます。で、ちょっと表面が溶けてると思うんで固まってる。出てない固まってたらね、入らないかな。ゆっくり熱を入れるからね、ゆっくり熱を入れるからね。まあね、丁寧に丁寧に剥がして、ね、入れていくのが一番いいんだけど、せっかくこの辺が悪いと思うんで、まあ、マヨネーズは入ってるけどね。よいしょ。もう、これ、こいった。こいった。もうね、針も入ってるんで。まだ、わっかさがってくっついた。レンコン意外とね、カラッと上がるのはもうちょっと強化じゃないかなとね。もういいね。これ固まって。だめね。めっちゃ美味しい。なんか揚げたんじゃなかったよ。明日入れようかな。明日パソかな。一玉、一玉では高いでしょ。二玉ぐらいでやるから。これでちょっと開けていくかな。何だろう、溶かします。豚汁はね、結構ね、味噌強めにした方が絶対これも良くてね。なんでかしらね、いつもあちゃんね、味噌結構多いんやけど、薄いって言われるね。今、他の味の濃いもんと一緒に食べますから、良くかもかなけどね。味の薄いものと一緒に食べましたら、豚汁はうまいって感じですよね。喜んでね、おかわりしてくれるんでね、じゃあ嬉しいね。だから豚汁のペースが増えるんだけどね、全然足りません。豚汁するとでもね、味噌の消費が半端ないのよ。それでは、とんかつをね、切っていきます。
で、レンコンさんにね、塩美味しい。作ってよかった。はい、では食べましょう。レンコンやったらね、野菜食べてくれへん。画面の前になったら食べてくれへん。Thank you.